花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾芳郎です。一週間ご無沙汰しております。先週は、個人的にですね、僕は須賀川とか行きましてですね、お世話になりました。ぷかぷかのね、青津さん、ソソさん、お世話になりました。いろんな方々とね、再会ができました。ということでね、高橋誠さん、どうも。どうも、こんにちは。どうも、どうも、どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。髪の毛なんか色染めた？え？あ、ちょっと。あ、またいろいろ細かい芸が、芸が入りますな、ということでね、松下俊美さん。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、どうでした四国、ふるさとは。まあ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 、ちょっと忙しい日々でした。ね、あ、本当、うん、実は。帰ってたんだ。帰ってたの。おお、よかったね。よかった。でもね、ず、結構ずっと長いこといたんじゃない。でもそう、四五日ぐらいかな。そうなんだ。そう、お墓掃除したり、いろいろにも雑用です。でも四国といえば、吉田茂さんって四国出身なの。そうだよ。でも3歳までしかいなかった。あ、そういうことなんだ。そう、それで養子に出されたでしょ、東京にね。ね、ちょっとびっくりするよね。だってディック・ミネさんも四国なんだよね。あ、そうなんだ。全然知らなかったよね。吉田茂から、吉田茂まで。そう、ディック・ミネまでってすごい方がね、いろいろいらっしゃいますけども。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ね、はい、本日のゲストをご紹介しましょう。はい。ショング・オブ・ザ・ブルース。ね、菊田俊介さん。どうも。こんにちは。よろしくお願いします。もうね、またね、いかがでしょうか。いろいろ今回は特にね、CD が、はい。ね、出来上がりましたか。はい、いよいよ。ありがとうございます。いよいよ。素晴らしい、この CD ですね。ブルースカンパニーの CD。苦節3ヶ月。3ヶ月いや、これがね、こういうね、CD、ブルーの、ジャケット、このジャケットがですね、またね、表紙がちょっとイラストに、ね、渋いですね、これもね。ね、ちょっとジャズの感じの雰囲気もしますよね。渋い感じのね。昔のブルーノートとかね、あの辺のね。ああ、そういう感じがしますよね。後ろにこう写真がね、それぞれの写真、これモノクロで出てますけども、これまたなかなか渋い。ね、感じですけども。このメンバーはちょっとご紹介していただきまして、ね。はい、まあ、ブルースカンパニーとしてですね、キーボード、まあ、こちらの番組でよく出てる、そうですね、D ちゃん、ね。おなじみのね、リエ。リエ D、金平さんですね。そして、ベースが、片野篤君ですね、もうマルチプレイヤー。ですね。ねえ、片野さんすごいよね、うん。ベースもすごいけども、ねえ。そう、あいつはね、キーボードもやるし、ね、ギターもやるし、ドラムもやるしっていうんでね。一人で全部できる。そう、ね、だからずっと長い間頼むからギターだけ弾かないでくれって言ってたんですけどね。歌は歌わないの。でも最近ね、コーラスで結構こう入ってきてるから。マジですか。そのうちすごいシンガーになったりしたら、そのうち全部できるよ。多分歌えると思う、ね、あ、本当、ね、で、今度、ドラムがね、マーティー・ブレイシーですね。マーティーさん。ね、マーティーさんも、この番組ね、来ていらっしゃる。ですよね。マカトさんの旧友。旧友ですね。マーティーさんね。悪友ね。早速ですけどもね、これは、ちょっと一曲、聞きながらお話ししますか。はい、まず、一曲目っていうのはタイトルは何でしょうか、ね。一曲目はコールドラブです。コールドラブ。Yeah. Love is over a long time ago. You know it's over. Go right out the door. You're like a ball and chain. Why can't you let me go? All you've gotta do is just set me free. Cold love. Cold love. Let me be. You've been like a man.
down a dark cage, babe. Stuck behind your bars, nowhere to go. You've been hauling me down for a long, long time. Your love's like a prison, but I've done no crime. Cold love, cold love, let it go. I can't stand this cold love. I don't know why you can't let it go. Won't you stop playing around? Why don't you let me go? Cold love ですけどですね、これなかなか渋い重い感じのね、ありがとうございます、素晴らしい、オリジナルですか、これオリジナルですね、これが新曲ですね、そうですね、うん、まあ、前からね書いてあったんだけど、このアルバム用にアレンジも変えて、うん、まあ、あのブルースカンパニーが一番いい感じで、はい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 、ね、ちょっと、アレンジも変えてですね、うん、録音しました、うん、なんかでも、ライブの1曲目とかにやっぱり合いますよね、こういうね、そうですかね、ちょっと渋谷にこう、うん、出ていくっていう、いいですね、コールドラブですけどもね、このブルースカンパニー、あ、これはタイトル、アルバムタイトルがブルースカンパニーということになるんですよ、うんうん、なるほどね、春菊ターンでブルースカンパニーというね、これ、1曲目は今コールドラブ聞いてますけどね、早速ね、この2曲目をちょっと聞いてみますか、はい、うん、これ、あ、これはあれですね、僕の大好きな、ありがとうございます、シカゴミッドナイト、うん、じゃあ聞いてみましょうか、2曲目感じになってますね、これはね、もうスタジオに入って、うん、まずマーティンにちょっとマーティンなんかやってよって言って、でマーティンが最初このグルーヴ始めて、でそれで片野くんがこうベースラインをこう刻んでってね、でそこで少しずつこうなんか曲が、まあ、始まってったっていう感じ、だからもうなんかその場でなんかアレンジも作ってったって感じ、なんかそのピアノもそうだしね、うん、なんかこうすごい渋めの感じになってますよね、そうそうそう、今回はね、バンドのサウンド出そうっていうので、うん、あんまりそのシンセ系のは使わないで、あ、なるほど、基本的にも生ピとオルガンだけっていう、うん、リーちゃんもね、うん、やってっていう、だからまあかなり、まあ、なんていうんですか、こう、うん、バンドサウンドっていうかね、あ、あんまりこう作り込まないで、うんうん、4人のこうナチュラルな音を出そうっていう、ね、シンプルな感じでね、これはなかなかいいですよね、これ、ありがとうございます。
うん、うん、ちょっと聞いてみるこれ。I know my tears are wasted. I know I cried in vain.ということでね、だいたい小出しにしましょう。出しをしましょう。出しをしましょう。だってまだね、これ発売だって発売で流したのここは初めてじゃない？そうそう、初めて。そうなんだ。今日はもうそうなんですよ。川崎 FM ね、ならではのですよ。世界初ですね。世界初っていうのになりますよ。まさにそうです、ね。ブルースカンパニー、アルバムですけどもですね。これなかなかね、で3曲目。これはラブラブですね。あ、この3曲目のラブラブラブを、もうこれも、もう全部行きましょう。最後まで。嘘。行きますか？行きましょう。これはだって、加納さんがね。あ、これはね、ちょっと僕が、ますからね、皆さん僕とね、松下さんがコーラスで入ってたり、本セクションが入ってますけどもですね。全部やって。で、松下さんが歌詞を変えてね、日本語歌詞を作ったっていうことで、ラブラブラブ、全部行きますか？もう行きましょう。もうこれ。イントロだけにしますか？いやいや、もう全部、全部聞きたいです。聞いてほしいですね、皆さん、ね。マジですか？じゃあ、ラブラブラブちょっと聞いてみますか。うん、はい、人と違うからなんなんだ、その偏見こそが問題なんだ。ああ右に習え、輪を生み出す魔法。まじゃなきゃダメなんだってずっと思って、迷って誰かで構わず押し付けてきてんだ。暗く狭い価値観で出来上がった世界観を全部まとめてさぶっ壊して、吹っ飛ばして、ここから始める新たなストーリーと愛を込めるメッセージを今週。人はなぜ憎しみ合うのか、こんなにもない。
イエイ、ラブラブラブ、ブルースカンパニー、ね、最後のおたけびはよかったね。おたいい感じだよね。入ってましたね。いやこれいきなり言われて俺どうしようかとか思ったんだけど、もうなんかもう一発でしたよね、カナさんね。何歌ったかよく覚えてないね。まあね、一発でね決めましたよね、さすが必殺ね、仕事人じゃないよね。いえいえ、あの楽しかったですけどね。ということでですね、このブルースカンパニー、このアルバム、レコ発ライブ、記念ライブですね。これがですね、これいつでしょうか、5月10日になりましょうか。そうですね。はい、木曜日ですね。木曜日、はい。5月10日、汐留ブルームードということになりますよね。はい。ぜひですね、あの皆さん、お越しいただきたいと思います。オープンが18時半から、スタートが17時ということでね。そうですね。前売り4000、チケットご予約、電話予約っていうことになる。そうですね。電話予約してます。でこれね、レコーディングに参加してくれた人全員、そうですね、そうなんですよ。だから、ぜひ僕もちょっとコーラスね、ちらっとやらせていただきます。あの本セクションの中でね、歌うのは僕、あの初めてなんでね、なんか気持ちがいいですよ。で俺ちょっとあれ練習しておきますよ、あのオラビオ、オラビね、贅沢ですよね、全員来てくれるの ね、まあ、ね、あの彼女は ね、あの大阪のあれだけど、本セクション、ラップのね、マックも来てくれるし、マックさん、はい、さんで本セクションはどういう方ですか。曽根山光弘さんとサックスね、はい、村上光陽トロンボーン、はい、斉藤美京トランペット、あ、そうですか、はい、プラスブルースカンパニー、そうですね、はい、贅沢のライブになりましょうかね。これね、5月10日、木曜日、汐留ブルームードお待ちしております。はい、よろしくお願いします。菊池俊介、アンドブルースカンパニーね。ということでね、このアルバムをですね、あの今からしゅんちゃんが持ち歩いて売り歩くということになりましょうか。はい、そうです ね、頑張っていただきたいと思います。本当に、ね、あちこち暗夜して行商してきますよ。いや僕もね、あれね、ずっと持って回るじゃないですか、そうするとね、あのこの間須賀川で僕一番売れたとこなんだけども、50枚ぐらい売れたんですよ。あ、すごい、一日で、でもね、この間行ったらまた新しい方が、あ、そう、うん、あのそれまたあの買ってくださいましたよね。でまただんだん広がっていくっていうか、我がね、いろんな、ね、あの方たちと出会ってね、楽しかったです。今回もね、あの音楽魂ライブのフラグ、これあのできました、やっと新しくできました、音楽魂、ライブ、2018年ね、ということで、これはあの郡山のね、あの伊藤ちゃんっていうね、キーボード奏者がね、あの作ってくれ、毎年ね作ってくれるんですけど、やっと届きました、ありがとうございます。ということでですね、今日どうしましょう、生で何かやりましょう、せっかく、ね、はい、あの、はい、僕のなんかお便り来てる、あ、お便りが来てますよ、リクエスト来てたらそれに答えてもいいですけど、はい、はい、ね、じゃあ2通どっちか、いや、こっちの方、皆さんこんにちは、ポカポカした陽気の博多です、はい、最近気温の乱高下がありすぎて、はい、平年並みと言われてもピンとこないですね、そうそうそうね、カナオさん、久しぶりの、福島デイズもお楽しみ様でした。うん、本当楽しかった。はい、なんかね、いいよね、地下鉄とか、あの、そういうのも、なんか、ほら、満員電車とかもないじゃん。ちょっとのんびりしてさ、まあね、温泉にちょっと入らせていただいたりなんかして、まあね、美味しいもの食べて。はい、さて、準レギュラーのしゅんさん、お帰りなさい。こんにちは。6週間前のライブも本当に最高でした。ありがとうございます。だったんだね。ね、特にしゅんさんの歌力のパワーアップに感動しました。ありがとうございます。でもそれよりもリーちゃんもメンバーであるブルースカンパニーのアルバムの完成おめでとうございます。ありがとうございます。気心の知れたメンバーによる極上のブルースが聞けそうですね。今日も素敵な時間が再び楽しめそうです。リクエスト、しゅんさん、未だライブで楽しめていないけどポジティブな歌詞が最高な When You Feel Lonely、 おだけど今日はアルバムの曲もたくさん聞きたいし何でも OK。 はい、カナオさん、はい、前にしゅんさんとの絡みが最高だったファニーエンジェル、yeah. 単純にメジャーブルースの、誠さんとしゅんさんとカナオさんのコンビネーションが聞きたいミッドナイトブルース、yeah. だけど何でも OK、PS 来週はしゅんさんとも同じステージだったことがある三日月ですね。あ、三日月さんね、来週のゲストの話ですね。三日月さんとりょうさんっていうね、はい、ギターのギタープレイヤー来ます。
でそのままライブですね、はい、行きますね、はい、すいませんって書いてます。あそう、誠さんが緊急ダブルブッキングしてさすいません俺スカラーでもちょっとぶっちゃけた話スカラーでもあの打ち上げしてくれて一番最終日に ね、はいはい、もうあってご馳走が出てきて、うんうん、乾杯ってしたら誠ちゃんから電話あってそうだったのね、ごめん大変なことしちゃったんだダブルブッキングってもう暗くなったもん俺10分ぐらい。あそうよかった、まあ、なんとかなったね嬉しいです、しました、ありがとうございます。後でちょっとそれメンバーもご紹介し正式に決まりましたんで ねメンバーご紹介しましょう、はい、正式なメンバーね、はい、正式メンバーね、博多の人間中でちょっとあの応援してますというね三和さんのね、はいはい、はい、三和さんね、もう来週ねもう行きます、うん、いや それでちょっと行きましょう。じゃあミッドナイトブルースやってみます。はい、あ、いいんじゃない、シュンさんのミッドナイトブルース初めて、ちょっとボリューム上げてもいいかもしれない、大丈夫、ね、あ、それでちょっとセットしましょう。はい。ということでね、これで4本のマイクでね、こうセットをいろいろしますけどもですね、いきますか。いきましょう。ミッドナイトブルース。寂しいわ時計は12時ブローな気分残酷ねあなたって一人ぼっちにするなんてとても一人じゃ生きていけないから夜中に目を覚ますととても憂鬱だわ、そばに彼がいない、昔は良かったわ、今さら一人一人ぼっちにするなんてとても一人じゃ生きていけないから、寂しいわ時計は12時ブローな気分、hey! 今夜も一人一人ぼっちのミッドナイトブルース、とても一人じゃ生きていけない ということで、ミッドナイトブルース楽しいじゃないですか、初めてやるにしてはなんか全然楽しいよね、いい感じだねいい感じだね、ということで、博多のミキさんのリクエストにお答えしました、金尾城ミッドナイトブルースでお届けしました、もう一方僕の方からいきましょうか、金尾城さん投げ銭 FM オン中というね、金尾さん、誠さん、松下さん、キキさん、山田さん、こんにちは、こんにちはね、
これチャーリー佐藤さんからね、チャーリーさん、波乱万丈のチャーリー佐藤さんでございますが、波乱万丈ね、ねえ、本当だよ ね、 だよね、もうすごい話がいっぱいあるんですよ、後でゆっくり話しましょうか。とてつもない、ね、人生を歩んでいらっしゃるサリー佐藤さんですね。ね、本日は菊田さんのギター、聞き入りたいと思いますのでリクエストはいたしませんというね、ブルームードを決まってくださいねということでね、ありがとうございます、佐藤さんですね、来てくださいね、ね、ああごめんごめん、佐藤さん来てくださいね、ほらほらね、あの3万円こう入ってますよ、3万円あったら見れますね、長崎今日3万円来てますけどね、ということでですね、チャーリー佐藤さんご紹介しました。もう一方ありましょうか、はい、ありますはい、松下さんの方からね、いや、はい、川崎 FM 金尾芳郎音楽魂音中、はい、金尾さん、誠さん、としみさん、ゆきさん、山田さん、そしてゲストの菊田俊介さん、こんにちは、はい、じゃあ、菊田さん、ブルースカンパニー初の CD リリースおめでとうございます。ありがとうございます。5月10日の汐留、ブルームードのライブが楽しみですね。ありがとうございます。それから5月26日の湘南台でショーもよろしくお願いします。26日ね、湘南台でショーって、ね、いや行くんですか、初めて行くんですよね。そうそう、初めて、ね、うん、ね、湘南台ですよ。菊田さんは中華三番16時より、はい、と野菜もっさい18時よりです。金尾さん、誠さん、毎年湘南台でショーにご出演いただきありがとうございます。はい、今年の誠さんは、中華三番が15時から、あ、15時ですね、純、ね、ちゃん17時、ありがとうございます。ちゃんね、そして金尾さんは、はい、ひまわり16時、16時、純ちゃん19時、純ちゃん19時、お客様とアーティストに喜んでいただけるよう現在最後の準備をしております。ああ、お疲れ様です。当日どうぞよろしくお願いいたします。ます、湘南台でしょう。実行委員鈴木正幸、ああ鈴木さん、ね、ありがとうございます。鈴木さん、鈴木さん、推進、5月10日ライブはもちろん撮影に行きますよ。うん、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ブルームードね、ブルームードね、でこの、あの湘南台でショーっていうのはね、どういうことかというと、うん、あの湘南台駅周辺のお店がそれぞれその、うん、さっき言ってた、これラジオお聞きの皆さん分かんないと思うよ、ね、純ちゃん5時とかね、何のこと言ってんだろうか分かんないよね。だからそのちょっとご説明しますとですね、湘南台でいろんなお店があって、あのひまわりとか純ちゃんとかね、中華三番とか、まあその町全体がその音楽の、イベントっていうかね、各店でいろんなライブ人が60組ぐらい来るんだね。そんなに来るんだ。そんなにいるの。だからそういう人たちがね、その湘南台をね埋め尽くすわけですよね。でそのやっぱり投資のチケットみたいなのがあって、いくら2000円とか2500円とか、そんな値段だと思うんですけども、それで全部見れるんですよね。だからあの菊田俊介さんもいらっしゃるしね、マクスさんとかもね、いろんな方がねいらっしゃって、いろんな店で、だからスケジュールをあのしっかり抑えて、何時からどこに行く、どこに行ってぐるぐる回って、で最後はその8時ぐらいに終わるというね、ことに なりますね。でまた そこでまたセッションとかね、なんかあってできればね、また盛り上がりますよね。ね、いいですね、すごいね、そういうイベントですねこれね、ということでした、湘南台でしょうということでね、ご説明少しさせていただきましたけどもですね、はい、ちょっと補足していいですか。はい、いいですよ、ね、どうぞ、はい、これってあの何でしょう。あ、そうですね、はいはい、あのあれ、オリジナルのね、あ、うん、自分のレーベルが出てきたんですよ。あ、菊田俊介さんのレーベル、そう今回ね、そうなんですよ、あのライジング旬レコードって言って、ライジング旬っていうのはいいね、ライジング旬、ライジング旬、ライジング旬レコーズ、ね、ああレコーズ、うん、レーベルを立ち上げて、はい、そこからブルースカンパニーの第1弾のアルバム、第1弾ね、ですね、入ってますので皆さんぜひよろしくお願いします。素晴らしいですね、ありがとうございます。ということで、なんかジーって言ってる、聞こえてない、マイク入ってないの、入ってない4枚のマイク、いや、じゃあ、え、入ってない、いや今ちょっと今入った、あ、今入ったって。これさっきさ、あの、ギターは入ってた。あ、ギター入った。じゃあ動かした時に接触悪かったのかな、はい、ね、うん。うん、ちょっと松下さんの声が入ってない。どこまで喋った、いや、もう OKOK、今 OK ですか。うん、はい、こうやってね、生放送やってたらいろんなことがありますよね。ね、あの
よく見たらこう線切れてるじゃんとか言う時あるよね。それすごい抜けてるじゃんとか言って抜今抜けてた。いや、あの接触のあれじゃないですか、僕がちょっと振り回したりしてるの、ね、ということでね、今日は北俊介さんですけども、はい、今後のスケジュールってどういう風になってますか。そうですね、とりあえずね、明日からあの関西行きまして、はいはいはい、で明日がね、大阪の堺にあのハウスオブジャズってお店あるんですけど、ほうほう、そこでね、まあ、堺ブルースフェスティバルがもう明日から始まってるんですけど、まあ、それの、はいはい、終わった後に、うん、そこであの自分が主催してジャムセッションやるんですよ。あ、そうです、でまあ、地元のミュージシャンたちとかね、ジャムやって、はいはい、で日曜日にあのブルースカンパニーのツアーが始まるんですけどね、あの日曜はその堺のブルースフェスティバル出て、で今度月曜日京都で、京都の祇園にあのピックアップってお店やってね、そこでブルースカンパニーのレコハツライブやって、あ、なるほど、ね、で火曜日はね、今度鳥取の米子、米子行きまして、あのアルツ、ね、ね、アズテックラーフってお店で、うん、やりまして、だから今回は4日連続関西、ね、あ、そうですか、西日本ですね、うん、はい、うん、いいね、ね、うん、また行きたいですね、ね、あの俺たちの米子はどうなってるの。米子はのちょっと待って、ちょっと計画中だよね。9月こ9月よね、うん、9月ぐらいの俺たちの夜中、これを持ってね、ねえですね、京都大阪明日から、うん、ね、うん、これ発売日はいつですか。発売日はね、5月の14日14日、うん、なんですよ、全国、そうなんです、そうそう、だからとりあえずね、今回のツアーの時はまあ会場先行発売っていう感じでね、会場に来てくれたお客さんにまずはあの買っていただいて、で5月の14日の月曜なんですけど、うん、そこからもう、まあ、正式に発売、うん、なるほど、ね、でネットとかね、まあ、ショップなんかでこう発売するという形にします。今ね、あの CD 自体っていうのはそんなにその売れ行きが芳しくないんだけども、こうやってその自分が持って、うん、例えばライブハウスでね、その演奏の後にこうジャケットをこうバリッて破って、うん、この紙ジャケね、うん、それでこうサインをして渡すっていうのが付加価値がつくんですよね。そうですね、うん、その方が、ね、喜ばれるよね、うんうん、そうですね、だからこう持ち回るっていうね、うんうん、ことはいいと思いますよ ね、 ね、お客さんもやっぱりこう記念にね、うん、なりますからね。そうですよね、ライブ見に行ったんだってね、でだから一緒に写真肩かなんか抱いて撮って、そう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 、ね、思い出になるじゃない、ね、いやでもね、そういう思い出って、まあね、そうそこだから、ね、ライブも一回だけじゃん、そういうだから塚川行った時も俺もそう、ね、それでなんか一緒に写真撮ったりとかね、一番いいよね、現場で買うとね、うん、サインもらえるし、ぜひ、ね、ですね、サインもらった方がいいよね、ですね、これ入ってなくない、入ってる、もう一回大丈夫、入ってます、あ、なのでね、本当あの直接サインの欲しい方はぜひライブに ね、 ね、来ていただいて、そうですね、ぜひぜひ手に取ってもらいたいですよね、そうそう、うん、全員来るから色紙かなんか書いてもらうから、ああそうね、それもいいよ ね、 ね、本当だ、いい考え、うん、ですね、ちょっとおまけをつけようかな、じゃあね、うん、そうだよ ね、 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 ね、
がまた渋いじゃないですか。この辺でこう入れないとこれみんなすぐ録音されるからね。いやいや、いやまあ残るし、ね、いやでもね、すごくいいです、いいじゃないですかね。気持ち心地いい感じ、なんかこう一つなんか深みをね感じますよね。なんかまあ、今回あの、まあ、やっぱりこうバンドのメンバー全員のこうなんていうかな、あの個性というかね、それをこう出せるように、だこの曲はね、あのベースの片野があのフレットレスベース弾いてるんですけど、彼をねちょっとこうフューチャーしたかったのもあって、なんかね、だから途中でベースのとかちょっと入ってくるんですけどね。なるほどね。なんかそういうイメージしましたよ。いや誰だろうって考えた時におそらく片野さんかなっていう、このなんかですね、であのこうピアノのルイちゃんも普段やってる子はああいうこうブギュウギュのピアノじゃなくて、はいはい、こういうピアノもルイちゃんのもできるっていうかね、なんかねそれは幅が広いんだよね。だからその辺をこう、多分今まで彼女のファンだった人も、うん、こういうプレーもルイちゃんするんだみたいな、ちょっとこう、一つの新発見というのかな、なんかそういうのをちょっとこう出したかったっていうのもあって、これをこう選んだんですよ、この曲ね。だからまああのこういわゆるこうストレートのブルースの曲とは違うけど、まあ、このバンドならでは の、 あの、曲にできたかなっていうね、感じがありますよね。なるほどね。これやっぱり これこの辺はソロかな。大人チックな、大人チック何もジュースっぽいよね、ジャズっぽいっていう言い方、なんかこう、ね、忘れていた、僕の忘れていた世界ですね。アクセックしながらこう毎日を過ごしてたらこういうのがいいよね、なんかね。いや、まあなんかこうそういう意味ではいろんな、まあ、スタイルがこうできるっていうかね、あのこう広いあのこう曲をカバーできるっていうのが、まあ、このメンバーのまたね、あのすごく特色、特徴とかね、ライブが楽しい、そうですね、ライブでやってもらえるね、これは素晴らしいですよね、なんかね、ありがとうございます、なんか、こう夏の夕暮れとかさ、そういう感じもいいよね、こういうの聞いて、なんかちょっとビールなんかこう語ってた夕日をこう、ビールじゃないかまあ俺は労働者だからビールをやっぱり労働者の酒とか言われてるからね、ビールもそういうもんだ、そういうもんだ、普通はシャンパンとかワインじゃないの、そうなの、僕はいいんですよなんて言われると、ということでね、今日は菊田俊介さん率いるところのブルースカンパニーのね、あのニューアルバムブルースカンパニーから、お届けしていますけどね、来てますね、ごめんね、ギターね、キュンキュンね、いいんじゃないですかね、これね、ということで、なんか生でリクエスト来てない、今日、いや生で全然今日リクエスト来てたよ、なんかありました、来てました、あれは When you feel lonely だって、まあでもあの、まあ、せっかく狩野さん歌ってくださいよ、まあ、ねえ、ね、一緒にやりましょう、俺狩野さんの曲やりたい、マジ、じゃあチクオブルセは行きますか、行きましょう、なんならなんならって、ということでね、松下さん、じゃあコーラスはこれなんかジジ言ってるね、 OK かな、これ OK ですか、音は大丈夫、あ、そうか、これコーラス、これコーラスやってあ、ね、ねこの本番中にこうマイクをこう移動しながらこうやってやってますけどですね、あのできました、お聞きの皆さんはね、これをこれこうやってとか言ってね、何わけわかんない、あ、じゃあちょっと僕の曲いきますか、はい、ふるさと筑豊のね歌です、筑豊、はい、ブルース、ワン、ツー、スリー、朝のない夜はない、叶わない夢はない、いつもそう信じて生きてきた、絶望のどん底からいつか
界が差し込むさ、いつもそう信じて生きてきた。ということで、カノヨシロ筑豊ブルースブルースになってますよね。筑豊筑豊のね、あの、山や川がね見えたような気がいたしますが。何それ、ということでね、今日は菊田俊介さん、はい、もう一発目の音がねいい感じでバッと入っていただいてですね、ね、気持ちいいですね、ありがとうございます、そのギターがまたあれじゃないですか、そうそう、これ、ね、それは、ね、年季が入ってますね、年季入ってますよ、もうね20年ぐらいなるんですけど、はいはい、PGM っていうのを、まあ、会社があってですね、ほうほうほう、あの作ってくれた、まあ、春菊田モデルなんですけど、PGM、一番最初に自分の春菊田モデルね、うん、作ってくれて、でこれをあのベースにあのムーンがあの、うん、今の作ってくれてる、ああそういうことですね、これが、ね、原型、原型なんだ、1号機、ね、うん、あ、そうなんですかね、ね、結構年季入ってきてるね、ね、それもうどれぐらいなんか20年、うん、20年、ちょっと来年で20年ですよ、20周年だね、20周年、はいはい、はい、20歳成人です ね、 ね、なるほどね、やっと成人、
ということでですね、菊田俊介さんですけども、高島誠さんはあれですか、菊田俊介さんとライブをやるっていうのは、過去に結構ありましたか。ライブは、ね、あれだよね、トミーと一緒にね、トミーさんやったね、やったね、そういえばね、ライブとしてね、トミーの時、うん、であとはね、狩野さんのやつにゲストで参加させてやるみたいな、そうですね、感じが多い、ね、ああ今度湘南台がね、あ一緒になるんだっけ、しゅんちゃんなんだよね、どこで、あそうなの、うん、あそうなんですね、あそうかそうかそうか、うん、なんかそこででもなんてきたかもしれない、それもね、それもいいですね、うん。ね、ぜひぜひ、うんうん、僕もなんかうろうろしてますけど、うん、よろしくお願いします、みんなうろうろしてる、みんなうろうろしてるんで、あれ本当うろうろしてんだよね、なんか、そうなんだ、ね、うん、行き場がちょっとなかったりするよね、いや、ま、出る場所だったらいいんだけどさ、なんかね、なんか、まあ、それもみんな狙いなんじゃないの、あそうかもね、うろうろさせていろんなところで、うん、ね、あそうかそうかそうか、偶発的にセッションみたいな、うん、ああ、それはそれでね、楽しいですよね、楽しいかもね、うん、なるほどね、お楽しみいただきたいと思います、来週のね、ゲストも一度ご紹介しますが、三和さん、九州からね、三和さんと、亮さんというね、ギターの方、2人の、これはオールドジャズブルースになるのかな、そうなんですね、ジャズブルースのゲストという、いいですね、ことでね、その夜は私は赤坂の、フラットンカンティーナでライブ ね、 その三河さんたちと一緒にね、はい、やって、すいませんでした、ビアホールウォークウルフさんにね、はい、来ていただきますけど、申し訳ございません、いえいえ、その時はね、司君、鈴木司さん、うん、ハーモニカの ね司君に頼んでね、申し訳ございませんでやるように、ごぼう鈴木さんのドラムで、あと誰だっけ、赤い、赤井さんっていうの、うん、赤井さんベースね、うん、それでその時ね、その日博多にね、僕友達その日だけライブに助っ人来てくれるのよ、川田君が、あ本当、九州から、九州から、九州から、あのね、俺がねちょっとそんな風でね、そうだったんだ、どっかしちゃろうかとか言ってね、昨日で、あなんかフェイスブックかなんか、そうそう、そしたらパッと電話したわけよ、あんた本当やろうねっつって来てくれるんだ、しょうがないから、じゃあその日だけ行くよっつって、博多からね川田君が来るっていう話で、これ楽しみになりましたね、よかった超豪華になったりなんかするから ねお楽しみいただきたいと思います、これのおかげだね、まったくさ、実はそう、乾杯って飲もうとしたらまこちゃんが電話って、ごめんダブルブッキングしちゃったんだけどというね感じですけども、なんか2人でなんかブルース合わせませんか、今日最後にやりますか、あそれか CD だけにします、今日それでもいいですし、うん、まああと2曲あるからね、うん、2曲ちょっと弾いていただいてもいいですし、ね、そうですね、うん、じゃあ、もう1曲、この、5番ですね、5番はね、クイーン・オブ・ザ・ブルースって言って、うん、まあ、自分 のブルースの母親ココ・テイラーに捧げた曲なんですよ、あなるほど、なので、まあ、この6曲このアルバム入ってるんですけど、はい、全体はもうやっぱりメンバーをこうね、うん、フューチャーしたなんですけど、うん、この曲だけはもう僕が個人的に、なるほど、ここに捧げたっていう、そか、歌とギターがもう 100% 全力投球の曲ですね、これ聞かないと、クイーン・オブ・ザ・ブルース聞いてみましょうか。Thank you.
can hear your voice when I'm down and feeling blue. I can hear your voice when I'm down and feeling blue. Heals my wounded heart, 'cause you are the queen of the blues. I can feel your pain every time you. ちょっとどうでしょう、この渋い感じで録音になってもね。やっぱり、まあ、菊田俊介さんといえばそのギターはね、まあ、それこそ世界の菊田になってますけども、あの歌い始めてっていうのはあのどれぐらいになるんですか。もうやっぱり20年ぐらい、まあ、でもね、あの本当にちゃんと歌うようになったのはもうここ、まあ、10年とかじゃないですかね。だからこのアルバムは、うん、あの自分がそのメインで歌った初めてのアルバムなんですよ。なるほどね。なんでね、今まであのゲストのボーカルの方とかもね、そうそう、いつも大体あの、まあ、いいシンガーの人たちがいてくれたんでね、はいはいはい、今回も全部自分で歌って、うん、そういうのは、まあ、あのギターよりも歌に力入れたアルバムいいですね。だったでもあのすごいいい感じでね、声の感じが出てますよね、うん、ありがとうございます。太い、もともとほら声太いからね、だからそういう意味ではやっぱり自分の中でもところすごくこう、まあ、特別なアルバムっていうか、うんうんうん、ここから一つまたなんかね自分の流れをこう変えていきたいなっていう、はいはい、なんかそんなこう思いを、うんうん、なるほどね、すごくこう入れたアルバムですね、うん、伝わる、うん、すごい伝わるよね、うんうん、あの素晴らしいと思いますけど、これあれですか、これおいくらぐらいで、これ1800円安いね。安いでしょ。6曲ですからね。6曲入り、うん、これ1800円、これはお買い得でしょう。どう、あの宮田さんが6曲1800円で一番いいんですよって、なんかね、本当2000円じゃなくて2000円でどうってね、いや、うんね、その内容で、ああ結構微妙なとこなんだね。でむしろ T シャツの方が高かったりするでしょ、最近ね、うん、そういうのもあれだよね。いやちょっとそのまあバランスがあるんでしょうね、ね、うん、これ素敵なアルバムできましたね。ありがとうございます、ということでね、あの今日はね、菊田俊介さん、将軍オブザブルース、ね、菊田俊介さんご紹介しておりますけどもですね、松下さんはそのラブラブラブとかの、まあ、一応作詞とか、まあ、僕らも少しコーラスやらせていただいたんですけども、はい、そういう立場からというか、まあ、あの聞いて どんな感じをしますか。すごいいいと思う、アルバムは。ん、うん、すごくいいでしょ。あ、本当、うん、もうなんかあの本当1年半ぐらい、うん、あの宮田さんというね、うんうんうん、その出したいんだっていうことで何回かミーティングね、うん、したからなんかね、うん、そういうのをちょっと思い出すと、うん、あ、やっとできたって感じよね、うん、あそう、やっとの思いで、あ、できたなと。そういう人に見えないところ の、 あの苦労があるんでしょうね、うん、苦労、私は苦労してないけれども、ね、でもね、としみさんがこのエグゼクティブプロデューサーですから、ね、ありがとうございます。プロデューサーになりましたか、すでに。よろしくお願いします。プロデューサーのプロデューサー、エグゼクティブ、ありがとうございます。エグゼクティブプロデューサーですから、ね、一番お偉い、お偉さん、お偉さん、いやいやいや、偉そうっていう、ね、いやもうだからすごい、あのだからというわけじゃないけども、うん、まあ進めしたい、うん、ぜひ買ってください。だからあのアルバムっていうか今度あの本も出されていますよね、はい、2冊ね、それ、どういうご紹介できます、これはね、うん、教則本になるんですね。そうですね、最初はあの世界のブルース横丁っていう、はいはいはい、世界中のブルースのいろんなインフォメーションを集めたやつ、ね、はい、でもう1冊はあの
生きたブルースを身につける方法とか、はいはいはい、どっちかというとギターブルースギターの教則のようなね、そんなね本ですけどね。それもね本当頑張っていただきたいと思います、はい、本当に、楽しみにしてます。ライブ指導止めブルームードが10月の、じゃあ5月10日、ごめんなさい5月10日でしたね。ということで今日今日のお客様、菊田俊介さんです。どうもありがとうございました。頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。高橋真子さんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。動画の菊さんもありがとうございます。どうも、また来週お会いいたしましょう、はい、See you next time。 は菜の花が辺りを埋め尽くす優しい「あの人は今はない」「人の心が好きさ」